最初に言いたいのは宗教と政治って言いますけど、はい、相互信徒つまり相互作用だってこと、うん、このことを皆さん絶対忘れないでもらいたい岸田総理、はい、後援会長、うんね、岸田さん、ね、一切私は関係ありません、はい、でも岸田さんの総裁選の時の総裁票をねそれを集めるために、うん、この方は熊本の中が大学の 通常大学っていうのかな <はっ S 2> 学長さんらしいんだけど、うん、イツ教会のの、ね、団体の議長だったの、はい、ものじゃないですかそうですすかそうねまあ一種の岸田総裁票、うん、それを集めるためにこの人は、まあ、親しいっていうかね後援、うん、会長ですから、はい、その後援会長ということを見た時ねじゃあ皆さん政治が宗教に影響すること、うん、宗教が政治に影響することこれ一番実践しているのは。 統一教会はもちろんカルト宗教ですカルト宗教だけども本来の意味での政治と宗教の関係のね、うん、追及がされてないじゃないですかと、うん、じゃあ何かっていったら一番大きなとこは例えば創価学会と公明党、はい、外国では創学会をねカルト宗教とね、はい、あのフランスみたいなところはそういう,うに断定するところもありますが、うん、基本的には日本は宗学会をねカルト宗教とは見てません。 ね、あのあるじゃないですかいろいろ、はいはい、こういうような宗教団体と同じでもほとんどえ総学会の推薦する人たちが公明党の議員になっている、うん、完全に分離されてませんねほぼ同じですこれ、はい、で学会員じゃない議員なんて一人もいません公明党はね。以来、うん あの統一教会じゃないかとかね悪口<ー>言ってね、はい、落とし目うとしたりして、ね、もう創立以来19年統一、うん、教会と戦ってきました、うん、でそこの中から我々の「頑張ら日本」とかそういうところに入り込んでくる、うん、国盛り紙もそうですけどね統一教会のまあ隠れ工作員っていうのは本当にたくさんいました、うん、まこういう統一教会というのは前みたいに、うん、宗教団体とともに暴力情報機関でもある。うんはい 人を送り込むわけです議員さんの秘書にしたりあるいは後援会長になったりとかお互いに情報共有し合ったり利権を共有し合ったりこういう状態になるわけです一番今日皆さんはっきりしてもらいたいのは相互作用で例えば萩生田さんとか今岸田さんもそうですけど言われてますけど被害者じゃないんですよ当人たちも分かって宗教団体に票を期待したり応援を期待したりということをしてるわけ。宗教団体としても 公明党でもそうだし自民党もそうですけども、うん、こういう人たちに自分の思っている原生利益を実現するために政党を利用する、うん、やってるわけですよこれ。その宗教がカカルルトトででであるかかなないい違んですよ、うん、ここ我々しっかり言っとかなきゃいけないのは真面目な宗教なんても、うん、いろいろあることは知ってますけれども、うん、きちんとそこの我々は政治と宗教というものが完全に分離できないし。えーうん でもそこの線だけは政治と宗教が相互浸透してる、うん、このことをしっかり見なきゃいけないんでね今やってるマスコミのねあれはほら後援会長だったらね、えー、私たちが本当にちゃんとみんなで話し合おうとしたら原生利益っていうのはこの原生で物質的にも心的にも幸せになれますよとそのために政治というものをね、うん、使うというこれ皆さんどう思われますか 政治と宗教っていうのはもうちょっときちっと考えないとこっからここまではダメですよというようなことを考えた時あの一番本当はね先頭に立って考えるべきは公明党が考えるべきでね幸福の科学もね幸福実現党という形で政党作って教祖とまあ党の総裁が一緒っていうね極めてこれまずいねものでねちょっと今いろいろ事例上げてますからねこの相互信徒の関係ですよ。 例えば今自民党が叩かれれてますこれ、うん、でもっと言えばトランプの家宅捜索がアメリカであったように、はい、安倍さんの暗殺安倍系の人たちが叩かれまくってる萩、うん、田さんとかね下村博文さんとか、はい、こういうものをやってみると一連の流れだと思いますこれはね。